どうもフランチェスカです。ジーロちゃんです。フランチさんです。なんで笑ったの？いや、なんとなく。はい、今回は2人にお願いがあってお集まりいただきました。ピアスをめっちゃ開いてるんですけど、そのうちの一つがね、もう1年半以上ぐらい外れないんですよ。え、どういうこと？ちゃんと洗っと、お風呂入ったらちゃんと洗いよ。そのあのとこ洗ってないってことやろ、1年間。え、でもお風呂入ってピアス動かしようよ。いや、ちょっと待って、ささっと洗って、こうやって、こうやったら。なんなん、ピアス開いてないくせにそんなこと。え、開いとうよ。え、ほな、4つよ。で、3、500個開いとう。こっちに300とこっちに200。どこの民族？まあ、いろいろね、汚いとかご意見あると思うんですけど、これには事情があってね、つけたピアスがボディピアスなんやけど、ラブレットっていう形のボディピアスをつけたんや。ホテルみたいな名前やな。なんか片方のキャッチがまっすぐで、片方がボールがついてるやつ。できるだけシンプルを追求しようと思ったらそうだった。つけたはいいけど、今度外れんくなって、もう2年ぐらいが経とうとしている。1年って言ったら2年って言うよ。ご機嫌直してよ、あやかちゃん。あやかちゃん、ご機嫌直してよ。1年間ちったのに2年も洗ってないらしいわ。洗ってないんじゃなくて外れんのよ。いや、でもその刺しとうところは約2年洗ってないってことやろ。洗い体験取りたいんや。これほだけど取れんっていう事案はよく発生しとう。そういう系のやつ。刺したらなんかもしついとうとかないよな。あ、ついとうかもしれん。チェーン呼吸しかないな。いや、そういうんじゃなくて結構こう。耳元力はありますが、ベンチを持ってきました。ベンチ誰座るやつ？ベンチ高級車。ベンチ今危ないよっていう時はピンチ。まあ、これを使って撮ろうと思います。お願いします。メス。キャッチのまっすぐなったところを1個押さえて、もう片方のボールを押さえて、ボールを回したら撮れるんじゃないか。撮れよ、ほんなん噛み合ってないんやけ。チェーンソーでやるしかないじゃない。先生、チェーンソーブロブロブロ。もっと平和的に外してよ。はい、ここでチェーンソーないけど。だけペンチ。なんかそんなになんか汚いとか言ったら、とりあえず先拭いとこうかなって気持ちいいやつ。何やろ、このおしぼり緑に染まるやつ。あ、緑だ。チェスカがキャッチ動かしだしたけん、匂ってきた。何の匂い？コケ。完璧よ、ピカピカになりました。みんなに見せていい？その噂のピアス。ちょっとカメラ持ってきて。ちょっと自分が行ったらさ、飛ぶんよ。自分が行ったらいいよ、はい。超飛ぶんよ。ブーン。飛んびょーと。映るかな？この一番下のこのピアスなんやけど、裏側がまっすぐになってて、これがボールで、これが外れんからペンチで両側を押さえて、ペンチで両側を押さえて、いやちょっと何今で、あ、そりゃそうだ。外したいんですよ。外してもらってもいいですか？ええかな。いいですか？ええやって。触るか。嫌がってる。じゃんけん、ほい。うぃー。確かどっち担当？耳を両手で両手でしてくれんの？私耳固定するわ。これあの器具しか使わない人。ほな、私耳固定する。はい。え、別に耳自分で押さえれるよ。いやいけるよ。取るよ。はい。え、ちょっと待って。ジーロさん。息担当しようか。いや、息とかいらんよ。ジーロちゃん、しんちゃんやって。それちゃうよ。固定してみに。あ、ね、嫌そうな顔するよ。あ、やっぱチーだよ、チーだよ。チーじゃない。あ、気持ちいい。普通ってどっちに回す？こう。え？ちゃうよ。右が閉まるじゃん。開けるとき左よ。左やな。うん。指挟んでいい？指はいいや。こっちをペ
ペンチで固定して、こっちをこう回してほしい。え、違うよ。え、それでは多分取らないよ。こっちを固定するやん。痛いです。なんか前髪が取れた。取れた？そう。やったー、はい、ありがとう。これ自分で取れたって。いや、手で取れんかったよ。なんかペンチで取ったらあれかな。ペンチで取れんよ、これ手で取ったよ。そう、手で私何年もこうやってしよったんやけど、1年ぐらい手でしょっちゅう取れんな。取れました、ありがとう。なんか色変わってほしい。ちゃうよ、そういう意味じゃなくて、このピアスの素材自体が酸化しとるというか、錆びてはないけど、なんか色がちょっとなんかこう変わっておるような気がして。あー、取れた。すっきりしました。でも私も取れんようになった時あるんや、うん、で、痛すぎて取れんようになった。あ、くしゃみ出る。ふっちぃ。はい、じゃあとってもありがとうございました。わーい。わーい。で、ところでさ、イタチさんピアス開けるとか言ってなかったっけ。開いたよ。500個開いたから、イタチさん500個目開けるって言ってなかったっけ。500個目、もう耳ついてられるよ。あれ、開けんの。開けるって言ってたな。寒いって。イタチさんのためにニードルを注文しておったのですよ。一回やってみてよ。ピアス何個開いたん。11個ぐらい。まだ11個しか開いてないんだって、開けないよ。ほうよ、イタチさん500割とけ、先輩よ。先輩。先輩よ。あとのうち開けますよ。ちよちゃんのくしゃみが止まらんけん、そろそろやめとこうか。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。ちょっと、引っ張らんとってよ。チェスカの髪を入れることによって、ほこりがまいよ。汚いみたいに言われたけど。ハウスダスト。いや、ハウスダスト言っとくけど、この空間はイタチさんのお家やからな。舞うってことは、ここにチーズ持っとるものはイタチさんの責任よ。ほら、チーロちゃんがくしゃみが止まらんって。では最後までご視聴いただきありがとうございました。気に入っていただけたら、高評価とチャンネル登録とよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。絶対すると思ってた。